天田悟安、天田悟安、明治37年1月17日は、江戸時代末期から明治にかけての武士、家人。本名、天田五郎。1881年から1884年まで、山本五郎。監視や若に優れ、廃人、正岡式と交流があった。1854年、父、岩北伊良藩士、カンタビ平大夫、母で、同範囲の娘。 波の語なんとして誕生。陽名を九五郎。兄弟は多かったが、いずれも溶接し、九五郎十五歳の時は、長兄、禅蔵、妹、のべの二人だけであった。1868年、母親戦争において、岩帰国も、戦場となると、兄、禅蔵が出陣し、父は残る家族を連れて、中山村に疎開するが、後九五郎も戦場に赴いた。平城は、 まもなく陥落し、旧五郎は仙台へ落ち延びるが、父母らが行方不明となる。平らに帰反し、謹慎を命ぜられ、翌年その命を解かれ、反抗、有権堂に入校。猪瀬伝一、伊藤博之らの治癒を得る。1871年秋、伊藤と共に上京、神田駿河台のニコライ人学校に入る。1872年に絵があって、 生院の役職にあった小池翔隆氏の触覚となり、その紹介により山岡鉄舟の門下となり、また落合直明について国学を学ぶ。1874年、小池に伴われ東海道、中国、九州を歴訪するが、長崎滞在中に佐賀の乱が起こり、その一味と誤認されて牢につながる。獄中で歌人の丸山桜と出会い、短歌と国学を学ぶ。 同年、台湾問題をめぐる新国との対立で、遊国の死を求めて、九州に至り、博多にて、薩摩出身の鮫島高明と出会い、その紹介により、霧の俊明のもとに身を寄せる。1877年の西南戦争後、司法学校生、陸勝南や大岡育造らと交わる。同年秋に、小池翔隆が死去すると、遺族6人を、 京都の親戚に送り届け、北陸方面に、父母妹の行方を探索しながら帰郷した。翌1878年、日頃の景況モードを戒められ、鉄州の勧めで、教閣、清水次郎町に預けられた。しかし、1879年5月、父母を探す目的から、旅回りの写真師となるため鉄州を保証人として、写真師、江崎霊児の文下生となる。 小田原で写真展を開業、本州を回るも手がかりなかった。1881年、二郎町の混成と撤収の勧めで、二郎町の養子となり、山本五郎、鉄磨優とゴース。二郎町の経営する、富士山裾野の開墾事業の監督を務めるなど、尽力するも、事業は、不振を、極めて閉鎖。1884年には、 二郎町の数奇な生涯を描いた、東海遊興伝を出版、二郎町の名が全国に知れ渡るきっかけを作った。同年、その養子を辞し、旧姓あまたに福祉と共に鉄州の世話で、有栖川の宮に放職二年後道具を辞し、大阪内外信砲社に入社した。伏見桃山にある、具安終園の地の石碑。2018年9月撮影。その後、 鉄州の紹介で、京都臨休寺の適水禅寺の下で、日曜ごとに参禅し、1887年、徳道受け禅僧となり、鉄岩と称す。1888年、鉄州が死去すると追禅大法へを、京都小国寺で開いた。1892年春、京都清水三寧坂に草案が完成し移る。この世を愚案と名付け、自らも愚案と合した。 そのゆえんは、定発の際、敵水前寺より与えられた、下文、招致を認ることなかれ、スクタイグに至るべしから来ている。1893年秋から冬にかけ、西国巡礼に出発、この経緯が巡礼日記に綴られ、翌年に本新聞社より出版される。1895年京都から桂古孫が、天田具案の書きを、正岡四季のもとに持参したときに、 返礼として、俳句を送ったが、グアンより、歌人には和歌を持って返答すべきと言われ、改めて歌を送った。ホトトギスへのグアンからの影響は深さ、広がりともに、どの程度かはわからない。ただ、四季の革新運動における俳句拡散論が変化を見せた天トグアンとの関わりは、象徴的に語られる。1896年、をに見舞い、1900年には、 品川矢次郎と伏見桃山で完売した。その年、新安を同所に竣行。その後、病床に伏すようになり、1904年1月いげと、自生家、遺言覚書を書し、17日法廷作動、未同の二人に度胸させ終わらぬうちに死去した。去年51。墓は、京都市京区佐賀北堀町の六王院。大和田西間も荒名なくに、 カジ戸ト口田、チ氷絵評の行方知らずも、秋山清近代の漂白現代視聴者、1970年、47P。秋山清近代の漂白現代視聴者、1970年、49P。秋山清近代の漂白現代視聴者、1970年、49P。 沖縄はどう生きるかさん誰にも知られたくなかった。沖縄の戦前の謎と戦後の闇。佐野慎一、ウェブ集英者文庫、官方第479号、将軍序人1885年2月7日。ありがとうございます。